どうもマルケです。中東アラブ首長国連邦のドバイにやってきました。マルケ。どうもマルケです。中東アラブ首長国連邦ドバイにやってきました。ここはドバイの古き街が残るバスタキア地区なんですけども、アラブらしい古い建物がたくさん残ってます。ドバイには古い街並みが残る地区やたくさんビルが並んでいる近代的な地区などたくさんあるんですけども、そのドバイの中で非常に便利なのがドバイメトロです。今日はそのドバイメトロに乗ってみたいと思います。ドバイにはメトロ、地下鉄のようなものが2路線走っています。これはアル・グイ・ベイバステーションということで、地下鉄のレッドラインとグリーンラインがある中でグリーンラインの駅なんですけども、ではこれから早速乗っていきたいと思います。はい、で今地下鉄の駅アル・グイ・ベイバステーションに来たんですけども、こんな感じで結構建物が綺麗でしっかりしています。これはこの駅だけじゃなくて、どの駅でも結構綺麗な感じです。ドバイの地下鉄レッドラインとグリーンラインの2路線が走ってるんですけども、そのうちグリーンラインは、全ての路線が地下を通っています。ということで下に潜っていきます。はい、ドバイメトロの改札階にやってきました。こんな感じでたくさんの人がいます。ドバイメトロでは、こういう乗るカードという IC カードをチャージして乗るんですけども、では早速このカードにチャージをしたいと思います。まず乗るカードをここに入れます。区間を選択すると今6ディルハムという風に出たのでお金を入れます。今の1ディルハムのレートがだいたい約30円だということで、片道180円で乗ることができます。はい、電車の乗るカードにチャージをしてきました。では早速乗ってみたいと思います。こんな感じでこれ IC カードになっていて、タッチすると通ることができます。はい、では今からグリーンラインに乗ってブルジュバーンという駅まで行って、そこからレッドラインに乗りたいと思います。ということでまずクリーク方面に向かいたいと思います。このグリーンライン、先ほども言ったように、地下を走っています。結構地下深くまで潜っていきます。このドバイメトロなんですけども、駅によって全然内装が違うんですけども、この駅は結構こうアラブっぽい、黄土色とか土の色をした感じの駅です。タイルが非常に綺麗ですね。駅によってはもうすごい青い感じの近代的な駅とかがあるんですけども、ここはこういった感じでアラブっぽい感じです。はい、ということで、電車のホーム階にやってきました。ご覧ください、こんな感じでしっかり、上までホームドアがついてます。完全無人運転をしているということで、運転席も車掌さんも全く誰も人がいません。ここ見ていただくと分かるように、日本のように女性専用車もあるんですね。これは女性と子供だけが乗れる車両だということです。周りからお客さんが入って出るのは真ん中というふうにちゃんと区切られています。このドバイメトロ2009年に初めて開通して、このグリーンラインはそれより後にできたということで、まだまだピカピカですね。こういった駅の構内に掲げられているアラビア語の広告を見るとアラブ圏に来たなという感じがします。もう一点、このドバイメトロの珍しいルールなんですけども、なんと居眠りをすると罰金になるんです。居眠りをすると300ディルハム、日本円でいうとだいたい9000円ぐらいの罰金を取られてしまいます。あと車内での飲食なども罰金が取られるということで、結構ルールは厳しいです。はい、ということでメトロの車両が来ました。では早速電車に乗り込んでいきたいと思います。はい、車内はこんな感じです。はい、扉が閉まりました。実はこのドバイメトロなんですけども、車両が日本製です。向こうに、近畿車両と書いてあるんですけども、日本の近畿車両というメーカーがついていて、あのシステムも日本の会社がやっているということです。
はい、アラビア語でアナウンスが流れました。ではこれから2駅、この電車に乗っていきたいと思います。結構揺れも少なくて快適ですね。音も静かです。車両はこんな感じで完全には仕切られてなくて、ずっと繋がってます。はい、無事ブルジュマン駅に着きました。この駅はさっきの駅とはちょっと違って、青っぽい駅ですね。こっちエスカレーターなんですけども、すごいなんか近代的な感じで面白い駅ですね。ということで、これからこの UAE エクスチェンジレッドラインに乗って市内中心部まで向かいたいと思います。ドバイの地下鉄結構快適で便利です。皆さんもドバイに来たらぜひドバイメトロ使ってみてはいかがでしょうか。ではでは、マルクでした。マルケミラ。